組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は暴力団、テロ組織などの反社会的団体や会社、政治団体、宗教団体などに偽装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の過重と犯罪収益の資金洗浄行為の処罰、犯罪収益の没収、追徴などについて定める日本の法律である。略称は 組織的犯罪処罰法、組織犯罪処罰法など、暴力団による薬物、銃器犯罪や地下鉄、サリン事件など、組織的犯罪の規模拡大、国際化が大きな治安悪化要因となっていることから、これに対処するため本法は制定された。団体の活動として、下記の罪にあたる行為を実行するための組織により、行われたときは、その罪を犯した者は、 通常の刑罰よりも重い刑罰が課される。また、団体に不正権益を得させ、または団体の不正権益を維持し、もしくは拡大する目的で、下記の罪を犯した者も同様に過重処罰される。団体の活動とは、団体の意思決定に基づく行為であって、その効果またはこれによる利益が、当該団体に帰属するものを言う。また、不正権益とは、 団体の威力に基づく一定の地域または分野における支配力であって当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体またはその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものを言う。刑法96条の罪5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの閉鎖刑法96条2項の 罪5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの陛下刑法96条3項の罪5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの陛下刑法96条4項の罪5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの陛下刑法186条1項の罪5年以下の懲役刑法186条2項の罪3月、 以上7年以下の懲役刑法199条の、罪死刑または無期もしくは6年以上の懲役刑法220条の、罪3月以上7年以下の懲役刑法223条1項、または2項の罪5年以下の懲役刑法225条の、2の罪無期または5年以上の懲役刑法233条の、罪6年以下の懲役または50万円以下の、 罰金刑法234条の罪5年以下の、懲役または50万円以下の罰金刑法246条の、罪1年以上の有期懲役刑法249条の、罪1年以上の有期懲役刑法260条前段の、罪7年以下の懲役なお、組織的な身の代金目的落取等における、解放による刑の減刑。 組織的な殺人等の予備の自主には、刑の必要的減免がある。犯罪収益等の没収、追徴について、その範囲を拡大し、手続きを整備した。ありがとうございます。